ちょっちゃめ、あー、いぜうわ。ということで、今回は、こちらの商品を開封していきます。なんだこれ？またタブレットかよ、殺すぞ。今回紹介するのは、AGM さんの、PAD ピーチくんです。うん、なんか聞いたことないメーカーだな。ATM？ ダメだこりゃ。ADM とは2008年に中国で設立されたアウトドア愛好家や専門家向けに頑丈なモバイルデバイスの開発と製造を得意とするメーカーである。頑丈なスマートフォンとして市場に登場して以来広く称賛されており、様々な国と地域で販売されている。ちなみにアブムの頭文字はエステティック、グロリアス、マラソンである SDGs にもかなり注力しており、持続可能な社会の形成に一役買っている。だぞ。この界隈にいるなら普通知ってるよね。いや知らねえよ、殺すぞ。ついに中国メーカーが頑丈さと環境配慮に注力してきたのか。確かに、どちらかというとその辺の分野は、日本企業の方が得意な気がするけどな。は、お前ら日本メーカーバカにしてんのか。京セラは頑丈で有名なトルクを作ってるし、富士通は日本で最もサステナブルなスマホであるアローズ M を作ってたんだぞ。こんなにバラエティに富んだスマホメーカーがある国なんて、他にあるわけないだろにわか。いや京セラは個人向けスマホ事業撤退したし、FCNT も事実上経営破綻したぞ。いやそうなのかよくさ。でも日本にはシャープがあるから、言うてシャープは台湾企業の傘下だぞ。国内メーカーほぼいなくなっててくさ。でも日本には四季があるから。最近は2期だぞ。もう終わりだよこの国。中を開けてみると、本体、充電器、取扱説明書、シール、シムピン、が入っています。なんか、タブレットは最初からケースに入っているようです。割といいケースつけてくれててくさ。ちなみに iPad で同じものを買おうとすると、12,000円くらいかかります。高すぎてくさ。それでは、ケースを剥がして、細部を詳しく見てみましょう。左側面には、電源ボタン、ボリューム、スピーカー。右側面には、タイプ C 差し込み、イヤホンジャック、スピーカー。上部には、SIM カードスロット。背面には、カメラ、となっています。端子がカバーされてるってことは、防水なのか。こちらのタブレットですが、防水に対応しているので、お風呂やプール、ビーチなどの水辺でも安心して使用することができます。結構どっぷり使っててくさ。そもそも、水辺でタブレット使うことってあるのか。多分、両手で見たり読書したりじゃないですかね。いや、そんなもん家でやれよ。早速電源をつけてみましょう。ちなみに、このタブレットのスペックはどんな感じなんだ。こちらのスペックですが、CPU がメディアテックヘリオ G99 2.2GHz、メモリが 8GB、SSD が 256GB、バッテリーは 7000mAh、ディスプレイは 1200×2000 の IPS TFT、デュアルシム対応、重量は 470g、OS は Android 13、となっています。ほーん、なかなかええやん。PC みたいなスペックでくさ。ということで、無事起動しました。軽く設定をしていきます。設定が完了すると、こんな感じです。なんか、普通の Android タブレットだな。どうせメーカー製の変なアプリてんこ盛りなんだろ。そういったクレームがあることを想定してか、日本メーカーのような無駄なアプリは一切入っていません。唐突な日本メーカーディスやめろ。とりあえず、インターネットを使ってみましょう。ということで、まずは様子べを見ていきます。やっぱメモリが 8GB もあるので、めちゃくちゃサクサク動きますね。今の様子べのトップページはこんなことになってるのか。いやカレーはチンコってなんやねん。私のクソ動画も見てみましょう。クソ動画内でクソ動画を見せるな殺すぞ。そういえば、最近 Mac の CM が炎上してたな。月見が江口とほぼ同じことがバレた問題ですよね。いやちげえよ。やっぱ月見買うやつってバカだわ。また、スピーカーも左右についているので、臨場感があります。言うほどこのチャンネルの動画に臨場感あるか。やめたれ。次に、Yahoo を見てみましょう。はい、こちらもサクサクですね。このサイズのタブレットって、PC 版画面かスマホ版画面かギリギリ迷うよな。PC 版画面こそ飛行、異論は認めない。そうですね。次に、皆さんお待ちかねの、ベンチマークを回してみましょう。今回も使うのは、ジークベンチくんです。お前が死ねていき。ベンチマーク中は暇なので、コメント返しをしていきましょう。コメント返しで暇を潰すな殺すぞ。それではまず一件目。なんだろう、群馬県のこともっと褒めてもらってもいいすか、殺すぞ。これは、群馬県の視聴者からのコメントですね。ついにクレーム入っててくさ。群馬がインターネットに接続できる。妙だな。いやそれ鳥取や。あ、そうか。わらわら。お前らそういうとこだぞ。そういえば昔、群馬県知事が魅力度ランキング作ってる会社にガチ切れしてましたね。そういえばなんかあったな。
下位25件がほぼ同じ点数とかいう闇で草。ちなみに、お金払えば魅力度が上がるらしいです。モンドセレクション方式やめろ。でも、いきなり群馬が上位に来ても不自然だろ。はぁ、あのさ、群馬は万年最下位の茨城と違って、総理大臣も多数排斥してるし、世界遺産もあるし、ブラジル人の数も全国4位なんだぞ。正直北関東の中では圧倒的にトップだからな。こいつ茨城エアプで草。メロンの出荷量も、ビールの生成数量も圧倒的日本一位だからな。成人式でバンジーやる県とは違うんだわ。茨城って未だに暴走族とか走ってそう。県庁の高さだけが誇りの県がなんか言ってら。結局対立するの草。ということで、ベンチマークの結果が出ました。タブレットとしては、非常に良い数値だと思います。言うほどそうか。ということで、近所の川にやってきました。もう嫌な予感しかしない。公式が水の中で使っているので、これはもう、川に投げてくれと言っているようなものだと思います。ちょっと何言ってるかわからない。それでは早速、水に入れてみましょう。あ、それ？ちょっちゃめ、見て。うわ。こんなことしてるからガジェット愛護団体に怒られるんだぞ。このように、しばらく川につけっぱなしにします。単純にかわいそう。言うて厳しい残暑が続いてるから平気平気。もうむちゃくちゃで草。しばらく川につけておきましたが、全く問題なく動作していますね。次に、本体に泥を塗りたくります。なんで？これもう取り返しつかないだろ。ということで、かなり泥だらけになりました。さっきまで新品のタブレットがここまでされるのか。うんこかな。このように、うんこまみれになったとしても、本体を丸ごと、水で洗い流すことができます。いやまずうんこじゃないから。某脱粉系掲示板住民には必要かもしれないという奇跡。ということで、いかがでしたでしょうか。CPU はメディアテックヘリオに 8GB メモリを搭載しているなど、スペックは非常に高く、ウェブサイトの閲覧やゲームなどあらゆるシーンでストレスなく動いてくれると思いました。またそういったことから、プライベートの用途のみならず、ビジネスシーンにおいても十分活躍できると感じました。非常に高いスペックに対して、値段はかなり抑えられていると思いました。また 470g に約 9mm の厚さというバランスも、持ち運びに最適だと感じました。また本体の堅牢性も非常に高く、あらゆる環境で活躍できるため、初心者からクロートの方まで広いユーザーにおすすめだと感じました。模範的なコメントありがとうございます。次回、国産スマホを盛り上げるために、新しいメーカー作ってみた。こうご期待。とんでもない次回予告で草。ニートが突然ブランド立ち上げは草。自分がメーカーになることによって、国産の悪口を言わせなくする作戦だぞ。国産スマホ市場の盛り上がりに貢献する、ガジェット系 YouTuber の鏡。你在无中生有暗度文仓凭空想象凭空捏造无言无语无可救药逝者安息一路走好傻子巴拉。